いや、4月6日デビュー曲です。西田ひろちゃんで15、どうぞ。4月6日にデビューということで、はい、まあ、発売したばっかりのデビュー曲ですね。はい、そうですね。15を歌ってみました。どうですか、今ちょっと歌ってみて。そうですね、もう人がいっぱいいるんで、そう、緊張します。緊張してますよね、やっぱりね。まあ、でみんな見えますもんね、顔がね。そうですね、飛ぶの方までいまして、そう、緊張します。さて、この15という曲は、はい、どうですか、自分で歌っててもらった時とか。すごく自分も15歳なんで、でここにいる、うん、ちょっと15歳の人手を挙げてください。15歳の人、
おお、随分さまざまな15歳が、若い15歳からちょっと老け目の15歳もいますがね、15歳いますよ、うん、でまあ高校生もみんなねこういう気持ちの人も多いと思うので、ね、すごく自分でも分かりやすいし、そうだね、はい、等身大のひかるちゃんという感じのねあれですよね、うん、で15歳ということで、ちょっとこちらねプロフィールありますので紹介しますと、西田ひかるちゃんは昭和47年8月16日、あ、今年じゃあ8月に16歳になるんだね。はい、ってことは高校1年生の。そうです。そうだよね。で、実はちょっと僕びっくりしたんですけど、出身は神奈川県なんだけど、はい、昭和48年に渡米。渡米って飛んだわけじゃないですね。アメリカ行っちゃった。そうです。生まれて10ヶ月から12年間ずっとロサンゼルスの方で、父の仕事の関係で。ロサン、LA 行ってた。はい。ああ、それで12年間いて、はい、で、60年帰国ですから3年前ぐらいに帰ってきて、はい、そうです。ああ、アメリカンスクールですか？そうです、今アメリカンスクールに行ってます。ということは、あ、そうか、あれは高校少しが違うんですよ、今ほら日本の新学期始まってますけど、あの9月制なんです。そうですよね。そうです、だから6月まで、高校1年 で今度の9月から高校2年になる。高校2年ですか、はい、あ、そうですか。どうですか、学校は？楽しいです。もう友達といるのが一番楽しいです。好きな科目は？はい、好きな科目、得意学科、社会科が好きなんですけど。社会が好きなの？はい、いろいろなんかそういう国の人の宗教とか考え方を勉強するんですけれども。そうか、じゃあ例えばあの向こうで小学生の時とかいた時も、はい、中学生でアメリカ行った時も日本のことなんか結構勉強した？そうですね、週1回土曜日に日本学校ってあるんですけれども、それを勉強してました。それで家の中では日本語、ずっと家族の中は日本語話してて、で、ね、学校行くと英語話してました。あ、一緒になっちゃうね。え、一緒になっちゃうね。大丈夫、でもなんか大丈夫みたいです。バイリンガルね、バイリンガルね、今入りの。そうですか。で、日本に来て日本の印象っていうのはどうでしたか、改めてこっち来て？すごく、とにかく学校で電車で通ってるんですけど、とにかく混んでるっていうことで。混んでるよね。混んでるってことでびっくりしました。ね、向こうは空いてんの？向こうはロサンゼルスに住んでたんですけれども、うん、さっき言った電車がないんです。え、電車がないんです。だから、電車がない、車通学なんです。どこでも車か、みんな。はい、あー、そうか。送り迎えかね、ずっと車だから。あ、そう、結構電車混んでるよね。混んでます。しょうがないよね。まあね、皆さんも電車でね、行った方も今日はね、こんな中本当にありがとうございましたね。じゃあ歌ってもらいましょうかね。行きましょう。西田ちかちゃんです。15の B 面です。窓辺のシークレット。